シカゴの企業家とラッキークイーンのクラブが汚い取引を行おうとしている。誰が現れるのか知りたい。周囲にはスクランブラーを乗せた完全武装の車2台が待機していて、何も聞こえそうにない。しかし話すことはできる。我々の声になってくれ。デッドセックじゃないが、クラブに頭痛の種を与えられるなら乗ろう。してくれたおかげでパーティーの招待状が手に入った。噂話をたっぷり聞けそうだな。これは感謝の気持ちだ。その噂話は有効に使えよ。